ゆっくり、枕を外してみていく。で 両手を頭の後ろで組んでくる。で例によってそれを組んだ時に親指がどっちが上に行ってどっちが下に行ってちゃんと理解するように。もう簡単に組み方変えられます。習慣的な組み方と非習慣的な組み方とても変です。そしたらもう一回普通の組み方に戻して、後頭部に入れて頭を少し持ち上げてみて、ほんの少しです、1センチくらいで。で下ろし繰り返します。ゆっくりゆっくりやらないと何も分かんないです。皆さんの体の中で今一番緊張しているのはどこですか？持ち上げた時に。腕です。首ですか？それともお腹のあたりが緊張してます。はい。したら今度持ち上げたらば右の方に頭を移動して、で下ろして、でまた持ち上げて真ん中に戻して下ろす。それを何回か繰り返して、真ん中から持ち上げて少しの方に頭を、頭だけを移動するんじゃなくて両手両腕も一緒に、で下ろしてまた真ん中に、はい、やめて伸ばして、もう一回同じ、逆の手の組み方をして、で同じようにこう持ち上げて、で今度左で下ろして、また持ち上げ、で一回やめて、野沢さんはそのままで、残りの二人ちょっと座ってください。で野沢さんちょっと大丈夫です。野沢さんのやってることはやって、野沢さんの首の回転が重い。これもじゃあこういう回転、鼻は頭上を向いたままでやってそうそうそうです。それで違う動きになる。わかります？と最初の動きやって前の動き、まだ色目のここら辺からまずの動き。じゃあ二人、野沢さん休んで、で足はある程度開いてください。楽でやってみましょう。であまりたくさん持ち上げないです。小さくていいです。で左だけです。左と真ん中の間を引きしてください。野沢さん起き上がってみてもいいです。うん、はい、休みましょう。両手外して、で今度左手を、体から45度ぐらい離しておいて、あんまりたくさん離しても無理だし、で右手を後頭部に入れて少し持ち上げて、で右の肘がと、あ、左の足の方に向かうように、左側に向かうように。ですから、最初にどうしようかな、最初に顔を左に向けちゃいましょう。それで手のひらが少し左の耳に指先がちょっと当たるぐらいまで入れてください。それで持ち上げてみてください。そうです、そうです、いいですね。でだんだんその左腕横に置いてあります。そこに体重がかかっていくように持ち上げて、無理しないで楽に。別にまだまだそんなやる段階で行きも帰りもゆっくりやりました。フェルデンクライスのいい動きの基準に、リバーシビリティ、リバーシブルで、リバーシブルっていうのは、動きの途中どっかで止めてまた反対のに戻ることもできる。またそこから一旦止まったとこからまたさらに進むことも、自由な動きである必要がある。ですから持ち上げて、で少し止まって、そこでまた同じようにゆっくりと元に戻せないと。で元に戻すときも最後ゴローンといかないで最後までリバーシブルであること。で何人かの人も始まってますけども、左膝を、曲げると多分楽だと思う。左膝を左の方に回転していって曲げると楽だと思う。そんでまた伸ばし、でやがて右膝も同じように曲がっていくと、そうです。で始まり、仰向けになった状態で両足をもっと広げておくと、だんだん横座りに近づいてきます。で両足を膝をくっつけてしまうと横座りできないんです。はい、やめて両手外して休みましょう。最初に、注意を向けた場所が体でいろいろありますが、何か変化ありました？その変化はより床にベタっとついた感じ、それとも離れた感じ、まあ、いろんな場所があると。どうでしょう？じゃあゆっくりと左に向けて座ってください。はい、左向きから横座りになって、そうです、その状態です。その状態で横座りは両膝を十分に離して座って、で左手を床に、でまずこの状態が楽になることを、ちょっと自分で体をあちこち動かしてみてやってみてください。手つかなくても皆さんが座るんです。大丈夫です、うん、もう普通の人は何割かの人はもうこれ自体がもう大変なんです。それが楽であればあんまりやることないんだけどまあ一応左手を、で床を支えてもいいです。で右手で、右の足首を掴んでください。掴んでると言っても力入れて掴むんじゃない、添える程度触れて、でその、右足を横の方に少し伸ばして、でまた戻して、で手首はずっと、あ、手はずっと足首掴んで、ですから上半身がうまく曲がらないと動きはできない、あるいは回転しない。いいですね。すいません、ちむいてやってくれます？ビデオの関係で。そうです、で同じこと。いいですね。で自分の体のどこを今曲げてるか回転してるかと感じ取って、頭はどう使うか、肋骨はどう使うか、股関節はどう使うか、でその足少し後ろ行きますか。そうです、いいですねで戻して、手はね猿掴みにしてくれます。猿手です。ですからこうじゃなくって一緒に指を添える。そうです。でなぜ手を親指を添えるかっていうと、主に親指を別にしとくとこれ掴むという動作になって、でこれにほ
とんど人間だけしかやらない世界で、細かい動きをやるときはこれ必要なんです。細かくない動き、例えば何かをこう取る動きは、物を掴もうとしたときこうやってやるとこっちの力が弱まっちゃうんです。ですからこういうところに捕まると思ったらもう親指もこうやってそういうのも力が出る。はい、十分でしょう、休みましょう。そのままで休めます、楽ですか。すごい。あ、じゃあ今度は、同じ右手で、左の足首を同じように掴んで、で今度左の足首を、足を膝を、伸ばしていって、そうそうすると今度は、いや同じように手は逃げちゃダメです、そうそう手はずっと添えてないと、手が外れてしまうところは行き過ぎです。問題は手がそのままの状態で体をどうやって使うかの話なんです、うんうん、でその対応動きに対応するために、あ、さ触るのは、右手で持ってる、右手別に左手が悪いわけじゃないんだけど、で、され手です。でもっと頭を使って、もっと前へ行って、そうです。で手、左手の置いてる場所も、一番いいとこを探してください、ね、その左手がうまく床を押すと体がもっと前に倒れるかも。だけど力は入れないですからね、楽に行く範囲。いいですね、いいですね、皆さん、はい、十分でしょう。じゃあ仰向けに戻って、もうすでに皆さんうまく起き上がれたんで、雲なく、もう一回左腕を体から45度ぐらい離して、両足伸ばして、右手を、後頭部に入れて、顔は左向けて、でもうちょっと手の指先が左の耳に触るぐらいまで入れて、ゆっくり持ち上げて、また下ろし、で例によってこれはクリップしたリバーシブルな動き。この動きを楽にやるためには、左膝を曲げる、左膝は床から浮きません、曲げても浮きません。野田さん、左膝が立って床から浮いてるの分かります？膝は床から浮きません。どうしたらいい、曲げないと、うん、でまた伸ばさないと、体曲げるという動作と頭を持ち上げる動作が一緒にやらないと、そうです、冷たいんです、しびれた。あとの人はちょっともうちょっと続けましょう野田さんね、野田さんの動きは単に膝を曲げてるだけなんですよ。で、膝と、はい、やめて、ストップ。この意味をちょっと話します。皆さん座ってください。こちらを好きな座り方でいい。正座でもいい。これからこういうお願いします。左の手のひらを右の耳つけて、もう一回話し戻して。で、ちょっとお尋ねします。今皆さんにその動きをやってくださいと言った時に、もう一回じゃあやってみましょう。はい、もう一回やってください。はい。で、戻して。もう一回。はい。今、単にお願いしたことは、右手のひらを、左手のひらを右耳につけてくださいとお願いしただけですよね。でも皆さんの腕以外の部分が大抵動いてるんです。何してるか気づきました？頭は動かしませんでした。これごく普通のことなんですよ。要するに手がもうまるっきり自由であれば頭を動かす人にはこうつける人もいるんですけども、でも普通はそうなるんですね。ね、これが普通な動作なんで、これはもう赤ちゃんで当たり前に動きます。だけども大人になるとだんだん起きにくくなります。だけどもその本来は持ってるもんなんですね、人間で。その持ってるもんを今生かしたいんで、じゃあ今度は膝、仰向けで膝を曲げた時に頭を持ち上げたら、頭と膝がお互いに近づくという意味で膝を曲げてほしい。単に膝を曲げるんじゃないんです。例えばこうやって やるんじゃなくて、これと頭が近づくためにこうなる。じゃあ意味が大体分かったら、もう一回仰向けに戻ってなあ野沢さん、うまくできるかなコーディネーションですから、頭と膝の右手こと、そうそう、持ち上げながら、いえ野沢さん、もう初めから膝曲がっちゃってるじゃないですか。そうじゃないです、持ち上げながら、そう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 、で左足は後からついて、あ、右足は後からついて、さ一緒に右膝のを曲げないで、そうできてきます。はい、十分でした、すみませんじゃあもう一回、向こう見、横座りして、最初に横座りして、はい、そしたら、左手を床に、左の肘を曲げながら肘を床に近づけ、そうするとだんだん横で戻し、うん、繰り返しましょう。これもリバーシルに、例えばもう、はい、じゃあやってください、ストップ、そこで止めて、またも逆に戻してください。はい、じゃあもう一回ストップ、でまたそのまま行って、そのまま動かして、戻すんじゃなくてそのまま動かして、ストップ、さらに動かして、ストップ、はい、ゆっくり戻して、ストップ、じゃあ反対に下へ下げていって、はい、そうです。これが自由にできることがリバーシブルという意味です。で悪い動きをすると一瞬で下へ下がってしまいますから、そしたら絶対リバーシブルにはならない。自分でやってみましょう。自分でストップと号令かけてください。口に出してもいいし、心の中でもいい。でこの訓練は何を意味しているかというと、実は心の訓練でもあるんです。自分が今これから何かをするかどうかを一瞬止まって考えること、これは人間の特質で、動物ってのはそういうことを
はできないんですよ、基本的に。何かやろうと思ったらもうそのままやってしまう。だけど人間というのは、ちょっと待って、今これをやった方がいいのかどうか一瞬考えて、それから行動を起こすことができるんです。じゃあそのまま床に近づいていって、そしたらその状態を保つのに右足を伸ばすと楽だと思うんで、どうでしょう。そうすると重さがバランスするんですね、上半身と足の重さ でゆっくり戻しながら足も右足もまた縮めて、そうです。これ繰り返してみましょう。そうするとどんどん頭は床に近づいていきます。頭が床に近づけるためには右足をもっともっと伸ばして、で疲れたらばそのまま床に頭をつけながら仰向けに移っていって、そうです。もうほとんど今日のレッスンは完成してしまいました。仰向けになってほしいんだけど18歳まあいいですよ。まあ普通の運動ですと、あの野沢さんみたいな人には多分先生が飛んできてダメじゃないって言うんですけども、フェルテンクラスというのは自分の体が何をしたがるかを発見するあのレッスンで、それはそれでいいじゃあもう一回、後頭部に右手を入れて持ち上げながら、頭を持ち上げながら左膝を曲げながら、だんだんと左腕に乗っかって、そして右の膝を曲げながら体を起こしていけますか。まだそこまでできなければまた戻してくる。でちゃんともう一回同じように右手をの後頭部に置いておいてください。ずっと置いたままですから、はい、そして左手を床につい肘を近づけていく。そうです、そうです、曲げていくんです。そうです。それで頭をどんどん近づけていって、右足を伸ばして、ああもうそうそう。でその時にうまく首をね、あの頭顔の向きをうまく利用すると、あの割かし楽に動いていく。ちょっと休みすぎです皆さん一回しかまだやってないですけど、うん、はい、ストーン一回進みましょう。じゃあ次のモデルさんやってみましょう。二人見てください。でこっちが後からそうです。ずっと頭が下に非常に、でその肘を最後まで近づく。さっき膝と近づく、最後も同じ。中田さんやってみましょうか。でここでね止まっちゃうんですよ。なぜかっていうと、まあそれもまだ違うんですけど、ね、まず上半身が曲がってないんですよ。だから使って全部まだ言うたらダメなんです。うん、あのじゃあちょっと一回私があの日本語見せましょう。力は全然いらないんですよ最後。でその時に頭を使ってね、この中身じゃなくて顔をこっち向けて、下にとすると逆に顔をこっち向けて、ああそうだ顔をこっち向けて、だから顔の向きなかなかね微妙なんで、自分でやってみて。じゃあ OK できる人は横でもできちゃうんですよ、体が柔らかい人。あれこっちが違うんだね。いくらできないの。まだね、体を伸びたものです。丸まって、で、こっから頭を。すごい重みでるんだね。もうできる。手をこっちにつけて、右手、頭じゃなくて。コロリンコ。実際には我々やってるけど、後頭部に置いてやる。ただ、体をね、曲げる練習なんですよ。お腹を。じゃあ、頭を。そう、これなんです。これができればもうできる。ここで、はい、一回休みましょう。まだまだちょっとやりますか。いろんなやり方。仰向けで休みましょう。じゃあ今度は顔は左に、右手を天井の方に伸ばして、上、天井の方、頭の天井ので少しその、指先を天井に伸ばすようにしてみて、でも顔は左向き、そうです。やがてこれを繰り返していると、さっきと同じように横座りに上がっていきます。だけど腕を伸ばした途端にもう頭を膝と近づけるのを忘れちゃってるんです。で腕の伸ばし方もいろいろ変えてみてください。あの横へ倒す方法もあれば、腕だけはずっと垂直のままもできます。で頭は膝と近づけないと左で頭を浮き上がる。で戻る時も必ず横向きから戻ってくる。もうここまで来たんで、両足はもう自由に自分の体が要求するように使って、上半身もいつも丸々考えて感じて。古川さん、その仰向けに行っちゃダメですよ、そっから。ちゃんと元を戻って、横向きから仰向けに戻らないと。はい、十分でしょう、休みましょう。どうでしょう、また自分の体の状態を観察して、うん、じゃあ今度はさらに、実際で布団をかぶっててもできる方向にし、右腕を左の股関節近くに、腰のあたりで、顔は左に向けて、それで指と頭を膝に近づき、左肘に乗っかって、その右手で押していいですよ、最後。もちろんもう上手くなれば手なんかつかなくて起き上がれちゃう。別にそこまでは、ね、そうそう、うん、野田さんは最後に来てずどうまくなった最後はね、野田さんの場合はどうも勝手にやれって言った方がいいみたいですね。詳しい説明すればするほど。カーテンの移動するそのか、プラスチックは昔とタイプが違って合わないんです。だからちょっと重たいんですよ。だから言われた、こっちです。うん、うん、そうです。硬いんです。なんかうちも
じゃあ今度もう一回横座りに戻ってください。今のやったことを勉強しながら、はい、で今度右手で、右足の足首に広げておいて、その状態でずっと触ったままです。ゆっくり、頭を左の方に傾けて床に近づけて、そうです。で戻し、もう野沢さん先行っちゃってます。だけど野沢さん、できるだけ最後まで、足首から手は離れないようにしないと。これでまた新たな動きが必要になって、で同じように右足を少し伸ばしながらやって、そうですそうです。中野さん、その状態だとうまく体曲がってますよ、すごく。その状態だとうまく体が上肢曲がってますよ、うまく。うん、そう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 、自分のその感覚を覚えてもらいたいんです。もう頭がほとんどついてますよね、床に。うん、で中野さん逆に右手離して頭同じようにつきます。で戻しやってみてください。なんか右手もう離して、中野さんだけ、うん、あ、もう曲がりがなくなってきました。要するにね、こういうことなんです。これやってないと体がね、まっすぐのままこういっちゃうんです。だけどもこれやってると筋はいかれないんですよ。だからしょうがないから丸まりで、僕は本来これがあろうとなかろうとできることです。だからさ、今よく丸まってるんで、右手を外しても同じように丸まってもう、今度腕元できたぜ、丸まって、ね、さっきは右手外すとどうやってやって覚えてます。さっきはじゃあ皆さんもやってみましょう。一緒に右手を掴んだ時と離した時、自分の体がどういうふうに丸まる。野沢さん転がっていいんだけども、最後まで手掴んで、最後まで、最後離れてくる。うん、そう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 。そうですそうですそうです、そうです。顔の向きが違うんです。顔をトランクの決まりあってやるか最終的に。そう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 。浮き上がれないっていうのは、まだ倒れる時にリバーシブルにできて、うん、今ゴロンゴロンって言っちゃいました。リバーシブルじゃない。うん、まあいいでしょう。休みましょう。はい、このレッスンはこれで終えておきます。だいたいもう十分長い。どうですか、自分の体。じゃあ一回だけ反対側を想像してみましょう。ゆっくりと今の側でやったことを思い出しながら、反対側でやるとどういうふうな手順になるのか考えてみます。だからもっと気楽に考えてもいい。想像だけっていうのは実際にやらないわけですよね。例えば想像でやれば我々は宇宙へ飛んでいくこともできるんですよね。だから今もう想像の段階だから、自由にで、かつ想像ですから、決して体痛めないんです。例えば時々子供の頃よく高いとこ飛び降りることやさ、今でも飛び降りるので、やりたいんだけど、でも想像でやると決して怪我はしないし、かといっていつまで想像して仕方がないんで、一回だけ実際にやってみましょう。それで立ち上がってください。なかなか逆側を作るというのは、想像でやりできるな。